今回はスマートフォンに直接こちらのカメラから転送できるということで、こちらのまずプレイメモリーズモバイルのアプリケーションをこちらで立ち上げていただきまして、本体側の方もこちらに Wi-Fi スマートフォンへの転送ボタンがありますので、こちらを押していただきます。それではこのカメラ内の画像すべてを選択していただきますと、こちらで、撮った内部に入ってます画像がすべてこちらで、転送を見ることもで鑑賞することができます。これはおそらくダイレクトということで、はい、直接ピッツピとは言わないのか、はい、Wi-Fi につなぐんだと思うんですが、例えばアクセスポイントを介して、はい、無線 LAN ルーターみたいなのを介して、はいはい、スマホにアクセス、カメラにアクセスするっていうことは可能なんですか？それはできない。現状は対1対1という直接つなぐ、はい、ただ失敗してしまった場合は、で、こちらは Android ですが、はい、iPhone にも対応、はい、アプリケーションはあります、はい、iPhone 用のアプリケーション、1対1で機器間の通信っていうと、はい、必ずしも Wi-Fi でなくても、あるいは Bluetooth みたいな方法があると思うんですが、はい、Wi-Fi にした理由というか今回ですね、スマートフォン以外にもテレビであったりパソコンでの Wi-Fi 接続も一応可能ということで、今回、はい、Wi-Fi、やはり多数のいろんな種類の、機器と接続するために Wi-Fi、が選ばれたと、はいはい、こういった形です、Wi-Fi 積んだことで何か本体の開発というか設計に影響を与えたものってあるんですか？例えば電波が強力に飛ぶから画像処理センサーと話したとか、そういう、ちなみに こちらはトランスファージェットかな？はい、同梱されてます、はい、マルチステーションになりまして、はい、こちらで一応トランスファージェット通信と、はい、接触充電、はい、になります。起動した状態でも大丈夫？はい、大丈夫です。こちらの WX70 ですか？ではないですね。TX ですね。TX300V です。の特徴についてちょっと簡単にご説明いただきましょう。特徴ですね、はい、今回かなりデザインデザインの方にもこだわりまして、前面を強化ガラスを使用しまして、かなりスタイリッシュな形になっております、はい。また今回マルチステーションを同梱させていただきまして、接触充電、トランスファージェット、また GPS や Wi-Fi を積んだ機種になります。でもちろん防塵防滴、はい、そして、はい、5メートルまでの防水に対応します。 TX シリーズってカバーがついて、はい、カバーを開くと起動するってイメージあったんですけど、はい、もうこれはもう全面ガラスになって、そうですね、はい、今回デザイン性を優先ということで、こういったレンズカバーです、ね、ははもうこれでもう起動してるんですよね。まあ電池がないのあ、じゃあこちらどうぞ。あ、はい、起動していただければちょっと触っていただいていいですか？あ、はい、全面ガラスを採用した理由というか、やはり今回はデザインして、はい、カラーバリエーションは他にも、今回はこのブラックのみと、ブラックのみ、はい、ちょっと話戻るんですが、はい、Wi-Fi での転送は動画は対応されてるんですか？動画は非対応、はい、じゃあ静止画のみでスマホないし、はい、テレビと連携させる、はいはい、でスマホのアプリからだと